こんばんは。小宮悦子は本日体調を崩してお休みでございます。こちら、ピンチヒッターの小谷真央です。よろしくお願いします。久米宏であります。小谷でございます。で、こちらが、ピカチュウですね。光るネズミという意味でピカチュウ。ポケットモンスターの中のポケモンの中の人気キャラクターです。そのテレビ番組のポケモンの昨日の視聴率は 16.5%。この番組を見た680人以上の子供が身体に異常を訴えたという昨夜のポケモン騒動。ポケモンを放送した放送局、それから郵政省などが原因究明に乗り出しました。小谷からです。テレビ東京は今日午後会見を行い、謝罪するとともに、体調を悪くした人に対して2枚金を出すことも検討していると話しました。こんな事態が起こってしまったということにつきましては、原因はどうあれ、テレビ東京の放送をご覧になってこういうことになったし、本当に、申し訳なく、思っております。昨日の放送分の録画を見た人の中にも、体の不調を訴える人が出ているため、視聴者に対して録画を見ないようにしてほしいと要請しました。来週以降の放送については、原因が究明できるまで見合わせるとしています。またテレビ東京では、原因を明らかにするために今日午前、社内にポケットモンスター調査チームを結成しました。医師や心理学者らも含まれ、番組の内容と子どもたちの被害との因果関係をできるだけ早く明らかにしたいとしています。郵政省では今日午後、テレビ東京からの事情聴取を行いました。事実関係について詳しい説明を受けるとともに、原因究明のための社内調査を見守る考えを明らかにしました。600名、の及ぶ方々が、何らかのこの影響を受け取るということでございますから、これはやはり重く受け止めなければならない事態だなと。今回の番組を制作した小学館プロダクションは、刺激の強い青や赤が点滅する場面は今までにも番組内で使っていたと話した上で、早く原因を解明して再発防止を図りたいとしています。またポケットモンスターのキャラクターの生みの親でゲームソフトを制作している任天堂では、ゲームには影響がないと話しています。